はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。今私はですね、パラグアイ川の本流が見える場所に来ています。これ目の前がパラグアイ川の本流ですね。まあ、多分この動画を出す前に出す、動画に関しては、まあ、入江ですねの方は出してるんですけど、これが本流ですね。今日めちゃくちゃ風が強い日で、まあ、川の色はあんな感じ、茶色ですね。茶色というか赤茶けた感じで、まあ、ここアスンシオンなんですけど、アスンシオンは町外れですね。まあ、見た感じあんま治安も良さそうじゃないところでもあるんですけど、まあ、一応なんかの観光地風にですね、あの作られた岬ですね、ロトッタンということで、まあ、宿からチェックアウトしてですね、まあ、今日の夜シーア便でサンパウロに行くので、まあ、チェックアウト中止して、まあ、歩けるところまで歩いて夜景を見かけたらサクッとウーバーに乗るということで来ました。まあ、なんか本当アスンシオンって観光地じゃないですよね。見せる気はないっていう感じですね。でこの先がまさに岬の突端の風がすごい強いですね。ウルグアイだとアルゼンチンも違う国ですね。あっちにでかい橋があってそれで渡っていくんですけど、向こう側がその違う国とだ、国境の川ですね。風はすごい強いんですけど、やっぱ川なんで何の匂いもないです。非常に心地よい風です。ベタつかないし、で今だいたい26度くらいなんですけど、まあ、風が吹いてて湿度もあんま高くないので、あの非常に気持ちいいですね。まあ、私がちょっと観光客が誰もいないんでそれ怖いんですけど、でまああっちが崖というか、もうこれ断崖絶壁ですね。日本だったらおよそ建築家が取れないだろうっていう感じで、もう岩肌むき出しなんで、てか実際岩なのかもしれないですね。もう、まあ、岩っつか砂岩なんですかねこれ。なんかよくわかんないんですけど、で赤土っていう感じで、ビーチとかあるのかなと思ったんですけど、ここら辺そのなんていうんですかね、川がカーブしてる関係で、結構そのおそらく流れ速いんだと思うんですよ。このカーブしてる内側なんで、向こう側はその、まあ、カーブの外側なんで、あでもどうかな、どっちなのかな。まあでも、まあ、砂も溜まってたりするんですけど、割合造船所とかがあったりしてですね、フェリーターミナルとか工業的な感じで使われてる感じがしまして、まあ、あんまりそのなんかビーチというかそういうのがあってみんな泳いでるっていう感じじゃないですね。それちょっと残念でしたね。パラグアイ川で泳いでみたかったんですけど、入江の方が水が澄んでますね。ちょっと濁ってて、で、まあ、スピードが結構出てますね。流れてる感じがします。旧市街環状街みたいなところなんですけど、まあ、新市街の方のショッピングモールとかに行って、ちょっとまあいろいろ服買ったりとかしようかなと思うんですけれども、まあ動画はこれがラストだと思います。ということで、豊洲書店でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ風強いです。